レシートは必要ですか？充電器除去シートに触れてから燃料油キャップを緑色のノズルで注入してください。今日はですね、天気いいのでね、本日デルタリンクさんまで向かおうと思って走ってました。ちょうど今はね、なんだろう、岩沼の4号線バイパスから、6号線に入るところですね、そこに行こうかななんていうふうに思っておりました。ヘッドライトつけっぱなしでしたね。皆さんはどうしますか、このヘッドライト。音嫌いなんですよね。って言いながら、ね、消し忘れなんかしてたら、ヘッドも子もねえやっていう感じで、かな。まあ、そんな感じで、そろそろあと5分もしないうちに、デルタリンクさんに到着すると思います。ここですね、何川なんだろう、阿武隈川かな。多分だよ。右側に昔ゴルフ場が綺麗に整備されてあったんですけどね、コロナで潰れちゃいましたかね。自分が借りてそこでキャンプ場でもやりたい感じですよ。綺麗だったらだよ。もうすでに草ぼうぼうだもんね。なんかもったいなかったですよね。よいしょ。デルタさん到着。ぴょん。逃げにありますね。デルタリンクさんに買ってきたやつですね。カセットトイレ用のクリーナー、これめっちゃいいっすよ。匂い全然しないですよ。そして、オイルフィルター、まあ、この間オイル交換したから当分しなくていいんですけどね。もうオイルフィルター高いっすよね。あ、エレメントね、オイルエレメント7000円ですからね。びっくり仰天。レシートは必要ですか？充電器除去シートに触れてから燃料油キャップを緑色のノズルで注入してください。レシートは必要ですか？充電器除去シートに触れてから燃料油キャップを緑色のノズルで注入してください。22度、現在22度。
あ、このぐらいが一番ベストですよね。一盛りでも。さ、はい。よいしょ、デルタさん到着よ。逃げにありますね。ここですね、何川なんだろう、阿武隈川かな、多分だよ。右側に昔ゴルフ場へ、はい、綺麗に整備されてあったんですけどね、コロナで潰れちゃいましたかね。自分が借りてそこでキャンプ場でもやりたい感じですよ。綺麗だったらだよ。もうすでに草ぼぼだもんね。大変な方ですよね。はい、今日はですね、天気いいのでね、本日デルタリンクさんまで向かおうと思って走ってました。ちょうど今はね、なんだろう、岩沼の4号線バイパスから6号線に入るところですね。そこに行こうかななんていうふうに思っておりました。ヘッドライトつけっぱなしでしたね。皆さんはどうしてますか、このヘッドライト。音嫌いなんですよね。言いながらね、消し忘れなんかしてたら元も子もねえやっていう感じでかな。まあそんな感じで、そろそろあと5分もしないうちにデルタリンクさんに到着すると思います。まあ、今日デルタリンクさんに買ってきたやつですね。カセットトイレ用のクリーナー、ね、これめっちゃいいっすよ。匂い全然しないですよ、これ。そして、オイルフィルター。まあ、この間オイル交換したから当分しなくていいんですけどね。もうオイルフィルター高いですよね。あ、エレメントね、オイルエレメント、ちゃ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 っと7000円ですからね。びっくり仰天。気持ちいいですね。22度、現在22度。あ、このぐらいが一番ベストですよね。一盛りでも。さ、はい、ね、よいしょ、デルタさん到着よ。逃げにありますね。ここですね、何川なんだろう、阿武隈川かな、多分だよ。右側に昔ゴルフ場へ、はい、綺麗に整備されてあったんですけどね、コロナで潰れちゃいましたかね。自分が借りてそこでキャンプ場でもやりたい感じですよ。綺麗だったらだよ。もうすでに草ぼぼだもんね。なんかもったいなかったですよね。
今日はですね、天気いいのでね、本日デルタリンクさんまで向かおうと思って走ってました。ちょうど今はね、なんだろう、岩沼の4号線バイパスから、6号線に入るところですね。そこに行こうかななんていうふうに思っておりました。ヘッドライトつけっぱなしでしたね。皆さんはどうしてますか、このヘッドライト。オート嫌いなんですよね。って言いながらね、消し忘れなんかしてたら子供子もねえやっていう感じでかな。まあそんな感じで、そろそろあと5分もしないうちにデルタリンクさんに到着すると思います。まあ、今日デルタリンクさんに買ってきたやつですね。カセットトイレ用のクリーナー、これめっちゃいいっすよ。匂い全然しないですよ。そして、オイルフィルター。まあ、この間はお湯交換したから当分しなくていいんですけどね。もうオイルフィルター高いですよね。あ、エレメントね、オイルエレメント。ちゃ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 っと7000円ですからね。びっくり仰天。